題コラボ、ポーズがダサい。はい、ということで今回は初めてのマルチプレイやっていきたいと思います。いやー、ついに来たね、マルチプレイ。ついに来ました。私が謎にマウントを取れる日です。なるほど、マウントを取られる日ということですね。じゃあ今回は、はい、ポーズがダサい。ポーズがダサくない？これね。いや別にダサくない。大丈夫？オープニングこのポーズで初めて。全然ダサくないじゃん、かっこいいじゃん、凛々しい感じがして。二人して同じポーズしてるのすごいダサいよ。じゃあということでやっていきましょう。おい、見てくれ、見てくれ、うちのお塩、採用塩、これほら、うちの採用塩、これがナナちゃん。ちょっと待って、走り方可愛いから見てて、いくよ。あー、可愛くない？ちゃんじゃん。そう、紙飛行機みたいな走んの。で、とりあえず冒険ランクを上げるんだよな。一応あと2600ポイントぐらい。あれ、これまた別？可愛いっしょ。声同じじゃない？行くぞ。声同じじゃない？いやいやいや、違うよ、違うよ、違う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 。あ、しかもこの子すごいよ、この子の探索能力やばいよ。行くよ。へー、ちょっとイエランとどっちが早いか競争しよう。あ、いいね。じゃあこの階段の1段目から。階段の1段目、よーい。あ、じゃあ、あの点々が動いたら、はい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 。ねえねえねえ、てん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 、目の前のあの緑服の女の子、緑服の女の子、目の前の、あ、うちいないわ。これ爆発したらオッケー、はい、スタート。早いイエラン。え、残念、こっちは持久力があるんです。あー、長いな、確かに。じゃあ、あそこゴールにしよう。あの真っ赤んとこ、あそこまで行くのどっちが早いかで、行きます。ゴー、うん、頑張れさやちゃん、頑張れ。ゴール。あ、じゃあさ、お、サンゴヒーラー縛りでちょっとやってみるか。あ、俺あれ使ってみようかな。何？フィッツェル、新しく取った。フィッシェルか、お菓子の名前みたいになってる。お菓子じゃない、フィッツェル。フィッツェルじゃないのか。フィッシェル、どういう技なんだろう。初めての京都。フィッシェルじゃなくてフィッシュルね。あ、フィッシュル。なるほどね、面白い。さあ、キナロールシア来たぞ。イノシシ、これ突進してくるから気をつけた方がいい。いいよ。何もしなくていいじゃん、俺。フィッシュル。あ、鳥を出すんだな。そう、これが雷を放ってくる。へえー、あ、これ強いじゃん。あ、めっちゃ強いじゃん、これ。あれ、リサさん。リサさん、リサさん、リサさん、首、リサさんのこれ何。じゃあ、足場が沈み始めた、気をつけて、気をつけて、これ足場ないところ行くと落ちるから、気をつけて。さあ来た、さあ来た、ウルトを貯めるんだ。これ飛んでくる、飛んでるやつ強いから。これ飛んでるやつはもう弓矢でしか倒せないから頼んだ。あ、ウルト来た。お、来た、ウルト使ってみ。あー、鳥になった。あ、終わった。2秒で終わった。いや、早くね。攻撃ボタン押しちゃったからかな、かもしんない。あれ、ヒールは、ヒール、ヒール、ヒーラーしてるはずなんだけどな。全然回復しないけど、断罪の何を置いて。やばい、スキルが溜まってない。いやー、フィッシェル、ナナタンという最強のヒーラーがいながら失った。これは悔しい、これは悔しいぞ。本当にヒーラーなの？もうヒーラー、回復してる様子全くなかった。ヒーラー、ヒーラー。え、ちょっとヒールしてみてよ、一回。いや、あのね、攻撃、敵に攻撃与えないと回復できないのよ。あ、そうなの。ヒーラーとしてはちょっとあれなんじゃないの、じゃあ。いや、でも最強だから。ちょっと失敗になっちゃうね。で、最強だから、最強だから。ちょっと狼行く。狼氷効かないから、じゃあさらに最強のヒーラー連れていくわ。うん、もうちょっとヒール頼むよ、ヒール。あ、今とかもう回復できる。おお、誰それ。これは白術って言って、ナナちゃんの保護者的な人、あのなんか薬剤師さんみたいな、薬の扱いに長けてんの。あ、そう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 。クールキャラ2人で行くわ。フィッシュルはクールキャラじゃん。この今さ、今雷と水と草じゃん。この3人が揃うと超開花って言って、めっちゃ強い元素反応が起こせる。え、どうやろ。あ、とりあえず水で攻撃してみて。オッケー、はい。で、ここに草を入れると、ほら、周りにこのさ、これ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 、このなんか、なんていうの、草。はいはいはい、これに雷を当てると爆発してくれる。いけ、超開花。何が
今のが超快感、今の超快感、今の超快感、超快感したことによりだからこう連続的に本当は出さないといけないんだけど、だからイエランのウルトプラス雷 あのフィシルさんのスキル出した状態でイエランのウルトとか使うと連続的に多分超快感を起こせる。はい、わかりました。まずはオッケー、ウルトが溜まった。オッケー、行くぞ。オッケー、合わせて。超快感、超快感、超快感してる。めっちゃ超快感してんじゃない。超快感してる、超快感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 。え、今週の宝の受け取り回数はなくなりました。これやった意味ないな。あれ、いやは、待って先についた方の勝ちな。待って遅いね。いや、勝つ、知恵を駆使して勝つ。なんか早くね。待て、あれズルなしだよ、ズルなしだよ。くそ、イエランのスキル早いな。これは俺の勝ちかな。いや、まだだ。うわ、走れイエラン。くそ、イエラン早いな。あ、どこ、これゴールがわからん。登らんといけないよ。やばい、登る時のなんか変なスキルとか使ってくるぞ。あー、嫌だ嫌だ。あー、やばい、落ちた。あぶね、やばい、頼む。死んだかのような音が。あ、ワープされた。いけないよな。あ、着きました。え、着いた。はい、インチキ。はい、インチキ使っちゃったね。ワープして着いたわ。おお、強っ。強いじゃん。これ強いよ。3号ってマジで原神やってたんだ。そうなんだよ。全然知らなかった。実はそうなんだ。ちょっと疑いの目を向けてたから俺。途中やってないかのように見えるじゃん。実はやってたんだよ、うん、合わせて俺のウルトに。オッケー、今いけ、スイッチ。俺なんかしてるようで何もしてない。何それ何それ。え、せっこせっこいの見ちゃった今。なんでもありじゃん、翼とかいらないじゃん。飛行免許は何なのって話になっちゃうそれ。最近私がめっちゃ力を入れて鍛えてる子いった。さあ、なんかよくわからない柱を立てて。これでも見てるだけで終わり。ずるじゃん。ずるい。これね、雷。そう、雷。リサさんの前でそのウルト絶対使うのよ。だってこれリサのこれ、これだよ。ねえ、何これ、どれぐらい火力差出んのこれ。いや、でも鍛えたらどうなんだろうね。最強のリサさんってどんぐらい強いんだろうか。100万ダメージぐらい出てくれないと割り合わない。確かに唱えてる時間がね、これだってわかんない、本当にわかんない。これな、このメリットを教えてほしい。これマジで。その時間マジ何なんだろう。確かに問題です。このキャラは人間とある動物が混ざってるんですけど、はい、それはどの動物でしょう。え、この飾り物ヒント、鹿、トナカイ。ブブー、あと2回回答権。あと2回最初に言ってほしいな。あ、猫ブブー。あ、じゃあ これ見て、いくよ。ごちょっと待って、嘘今なし、嘘ついたのね。今なし。はい、あー、ちょっと待って、もう一回やって。じゃあ最後のこのキャラ見て。あー、分かった多分打った後のキツネ。キツネ、はい、正解。行こう、じゃあ。じゃあ行こう。最近流行ってるさ、ダンス見てほしい。ダンス、そう原神のダンス。原神のダンス、いきます、スタート。これです。あー、なるほど。これ私が開発しました、神里彩香の舞。これね、マルチやった時にみんなやってくれんの。あ、そうなんだ。そう、いいでしょ。ダンスというにはちょっと観客に優しくないよね。優しくない。目がもうチカチカするし。あ、うっといこれ2人乗ったらさ、解除できんのかな。本来はこれアンバーのスキルじゃないとダメなんだけど。おお、あ、いけんじゃん、楽。なんじゃ、冒険ランク上げるだけだったら本当にマルチ楽だ。楽だ。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、3回言ってみて。赤巻ま赤巻はチェーンソーマン。
古雲閣っていうマップがあるんだけど、そう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 、あの孤立した島、あこれ、そう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 、ここに行ってみる、うん、あいいですよ、海の上を私が氷で走るからその後ろついてくる、あーオッケー、行きます、はい、全く音ないように見えるんですか、ごめんなさい、ちょっと嘘です、ちょっと待って待って待って、嘘嘘嘘、ここだ、ここだけ凍った、いいね、いい、聞いてた話と違うけど、聞いてた話と違うけど、ちょっと待って、ちょっと待って、あれちょっと待って、あれどうやったっけな、なんか走ったら氷の道ができるみたいに聞いてたんですけど僕、ごめん、あれそれガイアだわ、え、ガイアだったそれ、え、ね、走って道できないの、できなかったいや、やったことないのに言ってたの、いや、あのいつも一人だからさ、後ろに氷の道できてると思ってたけど、あできてなかったっ、できてなかった、そうそうそう、え、でもなんかさ、走るのは走れ、え、一人では走っていけんの、そう、一人では走っていけんの、ほら、一人だったら声いけんだけど、あで、そこは凍るんだ、そう、出てきた時、出てきた時は凍る、え、だったらあの前使ったらいいんじゃない、あ、こうやってお得意の、そうそうそう、あ、ちょっとむずい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 じゃあ失敗したら俺がじゃ あ, あのスキル使うから、OK、いいよいいよ、進めてる進めてる、いいよいいよいいよいいじゃん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 、スタミナ切れるスタミナ切れるスタミナ切れる、はい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 、はい、こうこうこうした、こうこうこうした、あー、死んだ死んだ死んだ、けけ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 けスタミナ切れるスタミナ切れるスタミナ切れる、あ、ちょっと待った、え、溺れた、消えてった、でもだいぶ進めた、だいぶ進めた、そこまで行くからなんとか生きて、よしよし、ようやく前の使い道出てきたな。お、ボケなく23になりました。おお。長かった。マジで。長かったな。マジで長かった。はい、ということで無事に冒険楽23行ったということで、次回やったー、ついに次の国リュウエと向かいます。お楽しみに。はーい。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。赤巻き巻き。そんな堂々と赤巻き巻きっていうのやめてもらっていい？赤巻き巻き。